でもあいつの尾行によく気づいたわね。あんたがいてくれなかったら、私たち危ないところだったわよ。まあ過去に経験したんで。これまでのあらすじ。過ぎ去りし時を求めたアイナは、魔王の剣と共に過去のゼーランド山へと戻る。アイナは聖地ラムダで再びベロニカをはじめとした仲間たちと出会い、命の大樹へと向かうのだった。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでさ、みんなはもう始祖の森に向かったんかな。おや勇士様、少し見ない間に随分凛々しい顔立ちになられましたな。多分みんなの言う少し見ない間って数分とかじゃない、違うん。命の大樹へ続く始祖の森へは、こちらの扉を抜け、参道を進んだ先にあります。ご分をお祈りしておりますぞ。よし、じゃあ今度こそ、ここでの選択を間違えない。頑張っていこう。さあ、もうすぐ祭壇だ。この下を通っていくんか。はいはいはい。ここを通って、で、ぐるっと回って、到着って感じか。あ、いやね、ここの上やね。確かそうやったはず。お？ここも前回と一緒ってことか。ふう、ふう。さすがにこの年で山登りは足腰に応えるの。私は2回目なんだけどね。山頂までもう少しかかりそうね。タイちゃんに会う前に大事な時なんだし、ここでしっかりと休んでいきましょう。あ、そっか、ここで一晩明かしたんやったっけ。そういえば。いや、懐かしいね。全然記憶になかったけど。いよいよ明日は命の大樹の元へ向かうのね。なんか緊張してきたわ。まだ無事な命の大樹。まあ最終的にね、前のとこでも命の大樹は復活しとったけど。ねえせいにゃ、あの曲を聴かせてよ。あんたが子供の頃からよく弾いていた、私たちの故郷に伝わるあの曲を。やっぱりせいにゃ、髪の毛長い方がいいと思うんだ。てかあれかな、こうベロニカが無事な未来ができたら、最終的にベロニカもセーニャと同じ刀身に戻ったりとかするんかな。ね、今のところオープニングにしか出てこない。大きい版のベロニカ。大樹って夜はこんな幻想的に見えるのね。私たちの命もあの歯の一枚なのかと思うと、なんだか不思議な気分になってくるわ。そういえばラムダの長老が言ってたな。あの命の大樹が世界中の位置を束ねているとか。それって本当なのか？本当よ、落ちたら死ぬんやけんみんな。ええ、誰かが生きているとき、その歯は散り、誰かが生まれるとき、新たな歯が芽生えることで、世界の命のバランスは成り立っているの。もうじき、ウルノーガとの決戦ね。ウルノーガさえ倒せば、きっとお父様も昔のお父様に戻ってくれるはずだわ。あ、そっか、まだ操られとんか。あらベロニカ、あなたも楽器をたしなむの？ううん、これは長老からもらったお守り。私たちの祖先、賢者サニカ様が昔、ラムダに残していたものらしいわ。さあ、みんな、おしゃべりはその辺にして休みましょう。夜更かしはレディーに天敵よ。あ、そっか、ここでそういう話をしよったんやっけ。ねえお姉様、後々もちょっと思い返される回想シーンの。私とお姉様はきっと芽吹く時も散る時も同じですよね。セーニャはいつもグズだからどうかしら。でもそうだといいわね。いやでもこの時はさ、伏線になっとるとは全く思わんかったんよね。今回はその伏線を回収させないようにしなければ。さあ、向かいますか。てか、こんな間近で休息ってね、っていうのを前回も多分言ったような気がするけど。もうすぐそこ祭壇やないかいって感じやけどね。はい、来た来た。久々の祭壇。来ましたよ。はい。なあ、いいな。ここって虹色の枝が見せてくれた例の祭壇と同じ場所じゃないか？ここでオーブを捧げるんか。間違いあるまい。さあ、アイナよ。6つのオーブを祭壇に捧げるのじゃ。それで全てが明らかになろう。さあ、これで再び私は大樹のもとへ向かうわけですね。2度目や2度目。はい、来たー。おー、やっぱ何回見ても綺麗やねこれ。いいねいいね。そんなにグニャグニャする必要はないと思うんやけどね。正直。ただこの道をたどっていくっていうのはものすごくなんかおしゃれでいいと思う。これは虹の橋？なんてまばゆいのでしょう。いよいよ命の大樹のお目通りが叶う時が来たわね。さあいいな、行きましょう。来たよ、来た来た来た来ちゃったよ、ちょっと。わあ、すべての悲劇の始まりやわ。勇者の剣や。これが大樹の塊。塊じゃない。大樹の魂。なんだか初めて見る気がしないわ。懐かしいような、怖いような。あ、スキップするっていうのが出てない。初めて見る気がしない？やっぱ同じ時間軸ってことか。記憶にうっすらあるってことやろ。ふん、不思議なもんだな。俺もずっと昔に来たことがあるような気がするぜ。世界中の命が集まっている場所なんでしょ？きっと私たちの生まれる前の記憶が残っているのかもしれないわね。違うよ。君たち自身の記憶だよ。おー、危ねえ。いやー、なにこれ。ピリリって弾かれたわ。ふん。やはり勇者の紋章を携えた者しか、大樹の魂の中には入れないんじゃろうな。そしてあれこそ闇の力を払うもの。おそらく勇者の剣であろう。魔王の剣持ってるけど大丈夫ですかね。さあ、アイナよ。大樹の魂の中にある勇者の剣を手に入れるのじゃ。お主ならば、あれを手にすることができるはず。うわー、同じシーンやけど、この後どうなるん？違う道ちゃんと辿れるんやろうね。同じ道辿ったりせん？ハホメルスが来るよ。思い出した。お、魔王の剣がまがまがしすぎるやろ。ホメロス。さあ、とりあえずここで先にホメロスを倒しておく。かっこいい。な、貴様今何をした？てめえホメロス、いつの間についてきやがった。尾行にも気づかぬドブネズミに語る言葉など持たぬ。私の目的は愛のただ一人。ああ、もう余計なことしなくていいよ、やられるから。今のははしたない真似をされるな、マルテナ姫。あなたは私にとってこれから起こる大災の犠牲となる一人に過ぎない。犠牲になるのは君なんだな。お、いいぞいいぞ。おー、いいやん。素晴らしいやん。そんなバカな。闇のオーラを切り裂いただと。その剣は一体。く、おのれ。そんな剣一つで私に勝てると思うたか。悪魔の子アイナよ。悪魔の子と手を結びし者どもよ。この命の大樹を貴様らの墓標にしてくれよ。来た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 。違う展開やぞこれ。ってことはこの剣があればきっと勝てるわけですね。頑張ろう。いけーい。頑張ろう頑張ろう。あ、そっか、ベロニカがおるんか。懐かしいわ。なんだかすごく懐かしい風景だわ。これがこっちにはあまり効かなくなるんじゃないの。あー、強い。回復はあれやろ、ベロニカとセーネがやってくれるんやろ。めっちゃ強くない？え、もうなんかさ、私アイラの強さ桁違いすぎ。みんなとレベルも全然違いしさ。ってことはアイラだけはレベル下がってないってことかな、元のまんま。だってみんなさ、やっと100何歩とかやのに攻撃、アイラ500とか与えれるんやけど。やばい。やばすぎ。ほら、もうオレンジマークになっとった。オレンジマーク、オレンジ色になっとったよ、名前の色が。ありがとうセーニャ。コメロスは冷たい笑みを浮かべている。かーし、ほら弱い弱い。いくぜい。あっという間。弱ホメロス。弱すぎないホメロス。ベロニカレベル47。ふう、ぐわ。とりあえずここでみんなが弱るっていうことはなくなったわけだね。あ、剣が、せっかくの。バカな。この私が破れるなど。さあ、この後の展開はどうなる？こんなところで果てては、あの方へ申し訳が立たぬ。おー、いいぞ。お、剣が、ぐ。でももうそれが最後の力っぽいね。何？死んだの？ねえ、死んだの？あ、ウルノーが？何あれ？剣についとったやつ？この破片は？あ、そっか、グレイグはまだ向こう側か。コメロスを追ってきてみれば、これは一体この場で何が起こったというのだ。でもホメロスがこっちを襲い寄るシーンをちゃんと見に来てくれんかったらさ、なんかこっちが一方的にホメロスをやっつけたみたいやん。結局なんか敵対したまんまじゃない？大丈夫？グレイグよ、この者の姿を見るがよい。デルカダール王国の将として仮面をかぶりつつ、裏で魔物に魂を売っていた者の末路じゃ。やっぱ死んだんや。マジで死んだ？じゃあもう魔王の城で出てこんってこと？ホメロス。あら、2回も戦ったのに。もうグレイグと話すこともないってこと？つらは。マジか。つらは。最後の最後分かり合えたみたいな感じになっとったのにね。あ、でももともとこれ裏切られたっていう風に、どうなん？ちょっとわからない。グレイグよく聞きなさい。魔物の手先として暗躍し続けていたのは、アイラじゃないわ。ホメロスだったのよ。信じる？あ、浮きとるやん。よかった。やはりそうだったのか。あ、知っとった？ホメロスよ。お前ほどの男が何故魔物に。あっちの方がよっぽど悪に手を染めた感じやけどね。鎧の色的にも。お助けくださいませ。あ、やられるよ、それ。ほら、もうそういうさ、もうよ。もうなんかね、私はまだやれるみたいな、そういう感じのやつってさ、結局なんか上のやつに殺されるんやけん、やめとけって。人民をたぶらかし、世を乱した悪夢の手先め。死をもって償うがよい。あ、なるほど、ウルノーガとしてじゃなくてデルカダール王として処刑した感じ。あー、つらい。死んだやん、ホメロス、ほんとに。あー、ペンダントが。グレイグよ。よくぞホメロスの正体を見抜き、わしをここまで連れてきてくれた。そなたがいなければわしはずっとホメロスの口車に乗せられ、魔物たちの企みに手を貸していただろう。いやいやいや、正体を明かせ。あ、ここで正体を明かさずに自分はいいやつ風な感じで続けていく感じですか。ありがたきお言葉。ホメロスの凶行を事前に食い止めることができ、幸いでした。あー、もうなんかちょっと、ホメロスの気持ちも汲み取ってあげてよ。悲しいわ、結局。アイナよ、今までのわしの行いをどうか許してほしい。わしは今までホメロスから勇者こそが魔物を呼ぶ存在、悪魔の子なのだと解き捨てられてきたのじゃ。何ちょっと君、中に売るのがいるでしょう。お父様。おお、そなた、マルティナか。よくぞ無事でいてくれた。そんなところにいないで、よく顔を見せてくれ。いやー、なんか全てが嘘くさい、嘘くさい。ちょっと。分かっとる側からすればちょっと。大丈夫、近づいて。ローよ、そなたにも苦労をさせたな。ユグナーの件は残念だったが、これからは力を合わせ、復興していこうではないか。それも大事だが、まずは16年前に我が国ユグナー王国を滅ぼした宿敵、ウルノーガを倒さねばな。ホメロスもおそらくウルノーガの手先だったのだろう。アイナよ、話は聞いたな。すべての元凶たるウルノーガは今も世界のどこかで息を潜めているはず。いや、お前の中で息を潜めてるんじゃないのか。さあ、勇者アイナよ。大樹の魂に宿る勇者の剣を手に入れるのじゃ。あえてもうなんかそういう見方しかできなくなった。もう何を言われたところであなたがウルノーガでしょうとしか。あえて手に入れさせるんですね。ああ、なるほど。ホメロスは魔物の手先じゃった。奴のこれまでの行いを見る限り、それだけは疑いようもなかろう。ウルノーガの居所はまだ定かではないが、勇者の剣や奴の叩き傷に欠かせぬもの。さあ、命の大樹から剣を受け取るがよい。みんな、王様を疑って。やっとお父様に会えたというのに、どうしてかしら。なんだか素直に喜べないの。ごめんなさいな。まだお父様に会えた実感が湧かないのよ。16年も隔たりがあったせいかしら。まあ、確かにそれはね、隔たりは感じるやろうけど。ホメロス、お前ほどの男がなぜ魔物なのに先に。一体誰の差し金で。王様だよ、王様。ホメロスさんは悪い子だったみたいだけど、わざわざ大地のてっぺんに来るなんて、何の用があったのかしらね。聞きたいことがいろいろあったのに、王様がやっつけちゃったせいで、もうわからなくなっちゃったわね。それが狙いだよ、王様の。ホメロスのやつが魔法を放ってきたときは、俺たちもおしまいかと思ったが、お前のおかげで、なんとか命拾いしたぜ。それにしてもあんなすげえティエも、どこで手に入れてきたんだ？もう粉々になっちまったみたいだが。もう使えんねよね、あの剣。ホメロスのなすさまじい殺気。本気で自身を倒そうとしてたわ。みんなが無事で本当によかった。でもあいつの尾行によく気づいたわね。あんたがいてくれなかったら、私たち危ないところだったわよ。まあ過去に経験したんで。魔物の手先だったホメロスは倒れました。次に対決するべきはウルノーガ。私たちの旅もいよいよ大詰めですわね。それにしてもウルノーガは一体どこに身を潜めているんでしょうか。何か手がかりがあればいいんですが。ウルノーガはね、こいつだよ、こいつ。すべての元凶たるウルノーガはお前の中だ。お前の中だよ。いやー、もうなんかすべてに対してツッコミしか生まれないわ。はい。大樹の魂の中に入りますか。入りましょう。はい、来た。勇者の剣2回目。で、この瞬間に今度はウルノーガにやられるんじゃなかったっけ？気のせいかな。はい、勇者の剣ゲット。ね、なんかこの時にさ、ウルノーガになんかされて、なんかなったよね。なんか。でもちゃんとゲットしたな。ってことは大丈夫なんか？まあ、とりあえず今のところ普通にちゃんとした王様っていう体やけん、何も手は出せんかな。おお、なんという素晴らしい剣だ。アイナよ、わしにも見せてくれんか。あ、これで、あ、取る気ですね。ああ、悪い顔やわ。ああ、ダメ。はい、ウルノーガ。はい、ウルノーガ。ああ、ダメ。渡すな。何あれ。なんだ今のは。あれやない。勇者の星の時におったなんか黒い精霊じゃない？違う？まあよい。それよりも早く、デレクダール城に戻って宴の準備をせねばな。ほう。もしやわしらをデレクダール城に招いてくれるのか？今さら何を言うろうよ。そなたちはウルノーガの手先、ホメロスから命の大樹を守った英雄ではないか。あ、じゃあ久々にデルカダールに行けるわけだね。あの、崩壊する前のデルカダールに。アイナよ、聞いての通りだ。そなたちの功績を称えるため、我が城に招待させてほしい。とりあえず取られずに済んだね。この場では何も起こらない。グレイグがちょっと抜け殻みたいになったけど。でもこれでさ、ホメロスの思いを聞くことも、ホメロスが最後にグレイグの思いを聞くこともなかったってことになってしまったんやね。悲しいわ。そこは未来の方が良かったな。ね。すまない。今は言葉が見つからぬ。私がこれまでしてきたことは、いつか日を改めて詫びさせてくれ。とりあえずここで誤解は解けたけど。さあ、わしらは先に城へ戻るとしよう。アイナ、誰かとある城で待っておるぞ。ルーラで飛べるかな。え、ルーラ使えるよね。まずそこ。まあ、とりあえずルーラで、デルカダール城下町。はい。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、これからは、まあ、悪魔の子だなんだと言われることなく、デルカダールにもちゃんと出入りができるようになるわけやね。追われたりもせず。さあ、ウルノーがいつ正体を表すのか気になるわ。